はい、高橋丈太郎です。日産自動車の一つ目っていうのをですね、ちょっと忘れてたんですよね、これね。これ一生懸命やったのにですね、私ね、取っといてあるんですね。これちゃんと消えてないと思うんですけど、YouTube なんでですね、3つの動画がありますのでですね、ここでですね、こうゆっくり見ていくとわかりますので、1つ目が隠れてますね。で、1つ目っていうのは何かっていうね、もう再三言ってきてますけれどもね、片方の目を隠すんですね。片方の目をですね、芸能人の方がですね、あとコルナサインとですね、コルナサインですね、コルナサインで調べてください。はい。それからですね、あら、これちょっとくっついちゃってるな。これちょっとこう話しプロビデンスの目とかね、いろいろ、この書いてありますね。書いてありますんでね。あと他にもね、ちょっぱりっていうのがなんかね、出てくるんですけどね、時々ですね。それはどうなの？まあなんか意味あると思うんですけどね。わからないんですけどね。わかる方はちょっと教えてください。はい。まあこのハンドサインはね、3パターンね、これあれしてますけどね。3パターン持ってあるのかもしれないですけどね。ピースサインがなんか良くないとか言ってましたね、あの人がね。まあいろいろあるんでしょうね。だから、まあそんな詳しく知る必要はないと思いますけどね。まあ芸能人の方はみんな知ってるんでしょうけどね。芸能界で活躍してる方はね。まあどっかでやってるんですよね。こうで写真出てこない人もいますけどね。どっかではやってると思うんですよね。はい。で、これね、日産自動車とかですね。まあ大手企業っていうのはもう全部支配されてますからね。大手企業、政府、警察、自衛隊、何もかも全部、国家のね、医者とかね、医者、製薬会社ね、何でもかんでも支配されてますからね。はい。そんなこともみんな分かってますよね。ということでね、逆三角形ピラミッドを作んないといけないんですよ。逆なんですよ。本当は逆なんですね。なんでかって、庶民のが数が多いんですからね。みんなでね、反対すればね、もう簡単にひっくり返るんですよ。だからですね、口と鼻にあれをしてるっていうのはどういう意味ですかっていうことをね、考えてほしいんですよね。あれをしてるってどういう意味があるんですかってね。それは私のトップページを見てくださいね、ブログの。もう一発ですからね。もういっぱい載ってますからね。何の意味もないって載せてありますのでですね。何の意味もないですよ。あれは防ぎますよ。花粉症の人はいいと思いますよ。花粉だけですよ。花粉と唾は防ぎますよね。だから富岳っていうこのスーパーコンピューターのあれはね、嘘ですからね。嘘ですからね。これをもう何回でも吹き込みますけどね。原子ですよね。電子が回ってますね。原子の周りを電子が回ってますね。陽子とか分子とか素粒子とかですね。そういう言葉あるじゃないですか。まだありますよね。中性子か。中性子。あとなんかありますかね。そういう単位でですね、これ富岳でやってほしいんですね。原子、電子、分子、素粒子、何でしたっけ？ いつも忘れちゃうんですね。そういうことですね。細かい単位でですね。で、あれっていうのはもう細かいわけですよね。あれってね、今のね、あれはですね。で、あとは、ないって言ってる人もいますからね。ないっていう本も出てますからね。ないっていう本が出てるんですよ。青い本ですね。はい。名前なんて人だっけ。崎谷博之さんっていうね。崎谷博之さんの青い本が出てますから、ないっていうんですね。ないって言ってる人もいるんですよね。本に書いちゃうんですからね。本に書いちゃうんですよね。これ嘘だったらね、大反発ですよね。ということでですね、ないっていうね。まあでもそもそも標本もないですね。それも私のトップに書いてありますんでですね。はい。
そういうことでですね、まあ、いろいろ、調べていただきたいんですけどね、詳しくね、調べて、私はもう疲れ切ってるのでですね、もう疲れ切ってんですよね。ただ今日も学校でね、いろいろ出てきたからですね、もう腹が立ってね、本当に学校の先生って何だろうなって思ってですね、あと医者、看護師、公務員とですね、もう敵はですね、敵は敵ですよ、まあ本当ね、敵なんですよ。敵は支配者じゃないんですよね、もう俺何回も言ってますけどね、敵は支配者じゃないんですよ。だからあれをですね、口と鼻にしてることの意味っていうのをですね、よくね、いろいろ調べてね、考えてほしいんですよね。どういう意味を、どういう意味があるか、これ深いんですよね。加担してるってことですからね。はい。であとはね、もう、このページからでもいいですね。調べていただけたらですね。はい。もう何でも載ってますので、はい。では失礼します。ありがとうございました。はい。